お疲れちゃんです。ラッタです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらのスケフリデッキね、紹介していきたいなと思います。というわけで、ババコヤ型のね、遅延スキュラー。というわけで、非常に守りが硬いデッキとなっております。そして、ナイトの枠が、ダックプリですね。最近なんだろうね、メガナイトとか、かな、ロイフォグとか、あとは小物系がちらほら増えてきた。っていうところで、ダックプリの方が受けとしても優秀ですし、攻めでもプレッシャーをかけれると、いうところでかな、このダックプリ型の遅延スキラー。しかもフリーズ型、もう俺に使ってくださいって言われてるようなね、気がしました。っていうわけで、今日はこれを使っていきます。で、基本的にもうババカを置いて、守って、でユニットが残ってたらカウンターでスキャラを打つみたいな感じですね。だから自分から攻めるというよりかは、気づいたら攻めていいんじゃねっていうような盤面が完成してます。というわけで、祈ります、一生。スケドラトリトン。ロイジェイですね。もう流行りですからね、ロイジェイは。これいいファイボですね。全然いいファイボじゃねえ。ごめん。でも、ベビーがやられるな。スケドラめっちゃいい位置にいるじゃん。このスケドラがうまいですね。なんですけど、言うてこっからね。で、ロイなので、基本的にババコヤで守るターンと、ババコヤがなければ、アイスイーツプラス取るで、守るターンっていうイメージですかね。よいしょ。さあ、ハンタースケドラ型ロイですね。一旦ね、もう前半マジで祈りますね。見てて、いや、守ってるだけやんってなるんですけど、スケラの強みって、防衛力が硬いことなので、結構公式戦とかでも試合残り延長のね、もう残り1分までスケラ1回も打たない試合とか、結構普通にね、よくあることなので、祈ってね、確実に勝ちたいなと思います。あと3回くらい勝てば、多分あれなんですよ、展開いけるので、パパッとね、ちょっと行きたいですね。相手トリトン12だな。頑張ってますね。で、これどっちにロイ来るだろう。来るとしたら右の方が来そうなので、右に合わせて。で、ユニットで防衛してくるので、そこを合わせたアイスイーズでババコヤ出して。祈りですね。そろそろ僕もスケラ打ちたいんですよ。本当に。そろそろスケラ打ちたいので、刺さめてくる。これはヒースピが来ます。いらっしゃい。来ない。やばい、ババ、ナイス。よく頑張った。しかもこれは、なんなら相手がファイボム打って、ちょっと攻めてきたカウンターなので、ダックプリまで添えてね、フリーズします。タルババ使ったので、これ多分、リセットがないんですよ。エレキもないので、おい、ファイボー。いや、いいダメージですね。また今のがエレキだったら変わるんですけど、相手がエレキ型だったらスケドラとかもいないので、結構守りやすくね、なるっていうところで、よいしょ。で、ババコヤ置きます。で、これ右向きと左利き、左向きか、どっちでもいいんですけど、相手が多分守りたい方向にユニット出してくるので、この900側にね、そっち側にババコヤ向けても、結局、今出してるユニットでついでで守られるんで、わざと逆向きに置いて、ユニットを咲かせるっていう感じですね。で、これ範囲で全開きます。アイスイズベビートルネ。いや、これがもうね、スケラの強みですね。最強家庭。さあ、ロイジェイほぼ完封していく。で、この攻めたい方向の逆向きにババコヤを置くことによって、攻めたい方向には当たり前にユニットを出してくるんでね。こっち側にもユニットを咲かせて、相手にね、こう、ちょっと攻めにくくさせるみたいな感じですね。で、ここな、結露来たならワンチャンスケラっていい気もするんですけどね、裏スケラがちょっと厄介ですね。で、下にハンター来る。下にやったか。ファイボ防衛。いい防衛してくるね。ちょっとやばいですね。ワンチャン負けるんじゃねえかっていう。なんか、ちょっと怖いですね。マジで怖いですね。ババコヤがあれば耐えれるので、OK。2周目、端前ロイが来ますね。だけど、アイスイズ欲しいな。で、フリーズで固めて、OK。うわ、めっちゃいいヒースピ。回復される。オッケー。耐えろ。ちょっとうまいが、すべてを耐えれるのがトルネード。フリーズしても良さげだけど、それ必要もないですね。オッケで、ここはもう守ったカウンターで残り30秒とかなので攻めちゃいます。ダイスイズも染めて、パッキン！いや、いいタイミングです。で、なんなら攻め取るねで、こうユニットを合わせて、ベビーがタワーにナイス！最後、裏スケルトンですけど、まあそんな感じでね、守ってカウンターで、今攻める時だっていう時には、こう、攻めトルネードをね、添えてあげることによって、ユニットが残りつつ、ハンターとかね、ベビードラの真下に当ててくるんで、それをトルネード吸ってあげたりすると、ユニット残って、さらに大ダメージをね、加えることができるよというところで、綺麗な試合でしたね。本当に、あれぐらいイモりますね。あれぐらい。もう守りに特化したデッキですね、本当にスケラは。というわけで、守ります。さあ、馬場一発、相手ヒースピー、またロイの可能性もある。あ、本当にすごい。あ、でも、意外とロイホグとか、まあ、全然違うデッキの可能性もありますけど、結構高確率でロイですね。あ、違う。まあ、スケドラヒースピーなので、スケラか、スパーキーでした。というわけで、スパーキー、まあ、あれ、トルネフリーズで固めちゃいたいですね。マスキ残ると結構やばいな、これ。まあ、タルババ防衛すればいいかな。結構やばいっすね、これ。これ、フリーズ防衛必須っすね。で、これで耐えます。オッケー。耐えろ。オッケー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 。あっちが飛べば、でかい。で、ダックプリの突進が入れ。オッケーオッケー。一旦耐えます。オッケーオッケーオッケー。で、これ、ポイズン型だった時に、スパーキーをスケラ防衛するんですけど、まあ、フリーズ型の場合、スケラ防衛をしなくても、まあ、ユニットプラスフリーズ防衛で、まあ、守れるんで、まあ、フリーズ防衛か、まあ、スケラ防衛かで、基本的に、まあ、攻めたいカードなんですけど、フリーズもスケラも。できるだけ前半はね、イモります。前半にスパーキーにタワーを折られるのが一番ダメなパターンで、一番可能性高いんですよ。まあそれだけなくせば、最後にスケラがね、ちょっと一発二発入って、勝てるっていうのが、安牌の試合です。というわけで、これダックプリが受けとしても優秀ですね。よいしょ。おい。で、フリーズ打ちます。いらない感じもあったんですけど、打つことによって確実に守れて、しかもこれでカウンターになるんですよね。で、多分マスケが来るので、ちゃちゃっと吸ってあげると、このベビーの対応が相手、スケドラとマスケしかいないので、こんな感じでね、積極的にマスケを吸ってあげると、相手としてはちょっとね、空きついやんってなるので。よいしょ。しかもこれでスパーキー処理できたらめっちゃでけえな。ダイマーと相手はスケドラしかいないですね。これベビーが竹取ったら、まあ、横からスケドラ来て、ミニペ追加ぐらいかな。わかんないけど。これ、でも守ったら勝ちっすね。で、相手のスペルが敗北か何かわかんないですけど、多分スパーキー来ねえかな。そろそろスパーキーが来てもいい時間帯。オッケー、来ます。で、これトレンドでまとめて、俺のシャシャリおしゃれ具合が。いや、オッケー、固めて、ババが、気合のババが、ちげえな。オッケー、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 大ダメージ。で、イモりますね。しっかりイモって、で、空いるので、まあ、ベビーからでいいかな。で、ゴブジャイ来たら、オッケー、来ない。ここで一回盛りますね。まあ、左側スケラ打ってもいいと思うんですけど、打つか迷いますね。打たなくても良さそう。別に僕はもう、タワー新品がね、2個あるので、まあ、あと1分半永遠に守るだけで勝てるっていう、まあ、そういうね、丁寧なプレイもありかなという感じですね。で、ヒースピはさすがにタルでね、徹底的にやっておかないと事故る要因ですからね。OK で、スパーキーの同載に馬爆を合わせても、ぶち抜かれるだけなんでね。こんな感じで、スパーキーには逆サイ馬爆を置いてあげます。で、まあ、あとは空ユニットを遠距離合わせて、右サイドにゴブジャイですね。で、左サイドスパーキー単体なので、ダックプリで抑えて、で、これ右側に絶対ヒースピきます。おい、ナイスアウト！いや、今日はね、調子がいいですね、なかなか調子がいい。で、これではマスキーいなくなるっすね。打っちゃって。あとはトルネかな？トルネ欲しいな。トルネかければ終わり。おい、ナイスー！グッドゲーム！いや、これめっちゃ、やばくない？ 2 個これ、新品っすよ、これ新品。まだお乳。いやー、いいですね。今ぐらい、思って、しかも展開いったわ。ラッキー展開いきましたね。というわけで、もう一戦いっちゃいます。展開からのね。一戦、よいしょ、よろしく。というわけで、今みたいに盛りたいと思いますね。守ってカウンターで、スケラとフリーズも両方言っちゃえば防衛カードだと思っていいですね。言っちゃえばね。なんかラムとかも、なんか防衛でめっちゃ強いんですよ。なんか攻めのカードって、なんだろうね、防衛でもよく使えることが多くて、まあそれがラムライダーだったり、このスケルトンラッシュとか、まあなんですけど、なんかゴブリンバレルとかも言っちゃえば攻めのカードじゃないですか。けど、なんか陸受けない時に陸受けの防衛だったりとか、まあスケラの受けだったりだとか、まあ使ったりとかも、全然あるので、なんだろうね、こう攻めカードなんだけど、こう攻めを意識しすぎないと言いますか、今回相手がアーチャー使ったんで、これスケロぶっ刺さるだろうって攻めたんですけど、ババクロスじゃねえのかな、クロスじゃないかな、今回の相手。アーチャーババはあんま見ないっすね。全然違うっすね。これトリタン来たら終わるっすね。よいしょ。下げます。で、アイスイズ出さなくていいかな、行っていいかな。いや、右側も受けるので、なんなら右の方が受けるのか。まあこんな感じで耐えますよと。相手なんだ、ロイなので、ババ小屋が大事になってきますね。ババ小屋があれば言っちゃえばまたロイの攻撃は通んない。でも、今回は相手がアーチャーとバーバリアン持ってるので、僕の攻めがなかなか通りにくいですね。あとはこの橋前のこのテスラ。こいつな。嫌いっすね。僕テスラあんま使わないし、強えし、嫌っすね。さあ、イモります。まあ、AC2 でいいか。後ろから先つつ、アイウィズされた時のこのロイはちょっといやらしいですね。樽で処理。気づけばカウンターの形、こういうことですね。で、左サイドに相手ユニット避けたいと思うんですけど、ここで右サイドにね、行くっていう。これもまた嫌らしいですよね。さあ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 、若干稼ぎます、若干。全然だな。全然通んないんですけど、まあ相手からしても全然通んないので、今からね、アーチャーがそうですね、来ますね。これはダックプリでね、直殴りで。で、いや、右側のババ良くないですね。で、左にも、右テスラかな。そうっすね。あ、E5 だ。で、アーチャーかな。3コス。やばいぞ。やばいが、全部の4つのタワーがいいぐらいですね、ダメージ。まあでも、マジで耐えれますね。相手の5だけダメージあるので、僕は、相手の5よりダメージ受けなければ、正直負けないですね。やばっ。これやばくね、相手のテスラ。てか、俺のダックプリもこれ良くないっすね。やばいかな。ちょっとやってる。ちょっとやばいけど、まあ、バボカが回ったのと、右側ダメージ入ったのでかいっすね。端前テスラやだな、マジで。すげえ厄介なんですけど、あれ。やばくないっすか、新しいっすよね。新しい。で、なんならこれフリーズで守っていいな。相手のロイのダメージ入んなければ、僕結構負けないですね。結構負けない。え、入ってんじゃん。やばい、待って。やばいって、本当にやばい。イモります。で、次、ババコヤ回る。で、トルネで下げるか、ババコヤで、ゴーイ。オッケーオッケー。いや、あるな。これ、なんなら左側カウンター説あるよな。これ、打っていいですね。打って、樽で守って、アーチャーに即振りしたいですね。で、なんならこれテスラと一緒に、テスラ凍ってほしい。いや、オッケー。ババも咲かせた。でかいですよ。でかい。しかもこれだってもう、あと範囲しかいないので、しばいて、オッケー、ババ小屋と、で、小屋に5来るので、離れたところにアイスイズ出して、オッケー、いい。ウッドザップなんですね。ちょっと防衛が固め。これアイスイズに5来るかな。ですよね。いや、耐えろ。あ、30秒。30秒一生守ります。一生守ればさすがに勝てるでしょ。来るぞ。もう先に出しちゃう、なんなら。なんなら先に出して、当てた。相手の。このテスラちょっと強いですね。あんま見ないですけど。オッケー。でも、残り10秒はフリーズじゃないですけど、打って、ちょっとね、いい感じに攻め取るねもしつつ、おらおらオンゲイナイスグッドゲームってなわけで、もう守り重視のデッキですね。本当に守れば勝てるので、ぜひね、遅延スキラおすすめでございます。まあ、フリーズの枠はポイズンでもね、全然いいと思いますけど、まあ、フリーズの方が楽しいかなっていう、ただそんだけです。よければね、使ってみてください。というわけで、今日は終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。